Oi, Iruka. Oh, nanda, Kiryu-san. Anta mada ikite ta na. Oh? Oi, oi, Beppin-san da kedo. Anta, konna toko ni onna zure ka yo. Wari ga, hoka ni iku toko ga ne. Mata skoshi no aida, kakumatte kure. Shouga ne na.本当に無さ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ、桐生さん。やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。 お兄さん? ああ。ただ電話しても繋がらねえんだ。だからお兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。 でもアジア街なら、この子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて、彼女の方がだ。安全か分からないうちは、アジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子が。なんで?あんたは知らねえ方がいい。そっか。 桐生さんだな。橘に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。
あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん、ここの顔役か。ああ、ついてきな。立花無事なのか。来ればわかるよ。立花、前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、桐生さん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね、彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。大田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。大田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり、織田とは連絡が取れていない。おそらく織田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーウェンクイズと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後、中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは、生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度、黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らい、のし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた。そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目に遭ったか、
知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが空の一坪。ええ、堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一粒が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で、堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは何でだ。風間さんが堂島総兵に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島総兵の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総兵が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように、そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東条会という組織をコントロールするため、互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹
小長に会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴は橘さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか橘。はい。いたぞ橘だ。お前らの狙いは橘なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。アジア界にいることはできませんね。キルさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした。誰かに見られています。何。キリュウさん。最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一坪の殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李华少佐给我出来。
我收到的命令并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。陳さん、立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな、空の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった。うん。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源蔵には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。
牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せば、アジア街はもはや東条会から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構では、立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。キリュウ、堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？え？立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、キリュウ。キリュウ、立花は今、クゼの兄貴が拷問してる。もう殻の一坪が堂島組の手に落ちんのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一坪はじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。
違うか、キリュウ。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せば、お前は…うるせえ！俺は、おめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで、俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃ、もう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ行くぞ。負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。